この最後とされる日の到来、待ちかねたよ。僕に発せられた指令、それはリヒトクライスの者たちのバックアップをし、協力して英雄を倒すこと。もちろんこれは表向きの綺麗な指令だ。リヒトクライスと競っている間に世界が滅亡していた、なんてことがあったらお笑い草だ。協力はしなくてはならない。だけどこの絶好の機会、おとなしく待っているわけにもいかない。表向き協力はするが、裏では出し抜く気さ。もちろんね、言うなればバックアップの究極の形、僕が先に全部を片付けるというわけだ。アーデルハイト様のご意志に背いているようで心苦しくはあるが、これもリヒトクライスとリッターシルトの未来のためお許しください。しかしリヒトクライスの先を進みながら、最強たるイグジスの使い手、不老不死のリバースを倒す。冷静に考えると、上もとんでもない無茶を言ってくれるものだ。夜の壁を破ろうと企むなんて、レベルが数段違う怪物に他ならないが、今の僕の力が通用しないはずはないと信じている。しかしそれでも及ばぬ場合は、この命に変えても。いや、そんなバカなことは考えないでおこう。さあ、もう思い残すことはないか、ロンドレキア・ライト。なければ向かおう、無くなる雪原へと。そこに咲く一輪の花、それが墓標だ。僕か、お前の。凄まじい殺気、敵、そして憎悪、苛立ち、それらを抑制するどころか周囲に撒き散らすのは得策ではないね。パラドックスのヒルだ。英語に敗れたとかって噂を聞いて、私が本当は大したことないみたいな因縁つけてくる連中、そんなのは3ダースも4ダースも来てるのよ。そりゃ寒わよ。なるほど、それはお気の毒様だ。では怒りに満ち好きだらけである現在のあなたでは、僕の相手にもなるまい。今日のところは退散させてもらうよ。もちろん僕の不戦勝としてね。わざわざ追い打ちでイラつくこと言ってくれちゃって。串刺しがお望みなら今すぐ焼き鳥みたいに並べてあげるけど、あんたみたいなお坊ちゃんの安い挑発、私が乗るわけないでしょ。これは残念。必死に考えたのだけれど見透かされていたようだね。やっぱりこういうのは育ちと人柄の良さが出てしまうのだろうか。多分だけど、あんたって字の方が数倍ムカつくこと言うと思うわ。僕が何かそのようなことを。どうでもいいってのよ。
あんたのことはもう終わったの。こっちも悪役から解放されて巨悪を倒しに行く身分で忙しいの。立ち去らないならもう行くわよ。もちろん私の不戦勝としてね。それは困るね。以前の夜ではあなたと出会えず残念ではあったんだ。被験するものなき圧倒的な王者、最短を超えたと言われる希代の魔女、最強たるインバースと呼ばれた存在とぜひ剣を交えてみたい。こんなこと言ったら不謹慎だと怒られてしまうだろうが、その力が噂にたがわぬものであるか確かめさせてもらいたい。本物と戦う前のいい力試しとなりそうだ。本当に一言余計というか自然にムカつくこと言うわ、こいつ。本物を葬るのは本物であるこのあたし。あんたみたいな三種とはお呼びじゃないから引っ込んでなさいな。ファイナルクローズディバイド。今日失踪は足元だ。カッパーレッドクローズ氷を全部氷の鎖に今日の跳躍翻弄する。止め、ひどいこと。それ全身もらったアニマート私にレグ翻弄する。カッパー止め杖強却しさあ全体してる。つどい屈辱くだらない技で氷の鎖に行くもらった跳躍足振る踊るファイヤーエッグダウン。負けるわけにはファイナルクローズインターシートの何と動けレガウトスキッタッスクレッジョーヤーそら全スキョーレガウトハッタリが張り付けにする。ハーッタ全スキョーレデンサビをフローゼンスロ強却レガウトサーペンタイテルすごいコツケルハーッそら行くよかったアニマート足元だタリサビをスエッジヘザンシッサーチュラーステップカツラミッチレイクダウン因果の導き。死にたファイナルクローズディバイドプテラタンギラテザンビアヤマッチゴリオケーラスナフコメシスト足元だ今のは俺見えるんだよ。ゴリカジャ足元だそらそれはコメ氷の草行くよコメ氷の草すごい強化や決めさせたスクレー翻弄するカリタ氷よそら行くよコメねアニマートそらくはぁそらくこれ氷の鎖次に私と出会った時が貴様の最後であるとそう言ったはずだぞ、リッターシルトよ。あれ、そんな苛烈な物言いだったかな。互いに曖昧になったままの決着をぜひつけたいものだねというとても友好的で穏やかな約束であったと記憶していたが、おっと危ない危ない、いきなりランスとは穏やかじゃないね。ふん、減らず口よ。怒りのあまり手元が狂ったではないか。機械のような正確さで僕の心臓を向けて飛んできていたじゃないか。貴様が今宵の事情を知らぬわけがあるまい。私は一刻も早く英豪のもとへ行かねばならぬ。そこをどけ。ああ、もちろんそれは僕だって同じことさ。今日ここに集う者は皆そこを目指しているはずだ。貴様たちのような弱き者が何人、いや何百人行こうと犬死にだ。だからこそ私一人が行きとどめを刺してくると言っているのだろうが。なるほど、今日の僕たちの任務は君たちの補佐、それが君の指示であるのなら従おうなんて言うわけがないね。英語を倒す手柄を渡すことはできない。最後の切り札たる君を先に行かせるわけにもいかない。だから僕を先に行かせてほしいんだが、ダメかな。僕が望むのははっきりとした形での君との決着。僕が彼に敗れた際は後のことは君に任せる。ふん、勝手なことを。私に勝利する前提とは何ともおめでたいやつだ。はっきりとした決着が望みだと言ったな。
よかろう、つけてやるさ。貴様の死というこの上ないはっきりとした決着をな。ファイナルクローズディバイド。表情が足元だ。ファイナルクローズ。やる気ないよ。疾走足元だ。ザッ氷よ、やめよ。もらった。せーはっ、氷のくさびよ、くさびよ。フローゼンスロー、ヘザンス、映画、ザペンタイテール。高く見えてる。かわいたつく、行く、かわいたつく、映画、ほんのする。ザッ全然見えてる。これで、ザッおっ、つく、強曲、じっ、はっ、ザッ疾走、ほんのする。ザッほっ、それ全然、これ、氷のくさび。ザッ全身を守れ、捕らえたぞ、吹き飛べ、エイジダウン。手ごわそうな。ファイナルクローズディバイド。レガーフォンロース、カウンター。シスター足元だ。チャンピオン、それ、これ、レガーフォン、行くよ。カウンター、カウンター、カウンター。これからだ、行くぞ。カウンター、最強装備。まだだ、カウンター。カウンター、疾走足元だ。そう、行くよ。氷の草、行くよ。これ貼り付けて、お絶対受ける。杖、ケザ、疾走、テラステップ。すごい、こっちだ。ガッツ、そうなった。が、氷の草、行くよ。ケザンで、あっ、それ、もらった。これで、ザッサビよ、行け。ケザン、エガ、サーキュラーズ、お絶対。負けるわけにはいかない。リッターショットの絶叫は疾走翻弄する。全強靭、行く、読まれて。全身戦、構えね。ガッツ飛べ、カウンター。はっつく、貼り付けに来る。氷よ、そっと全身もらった。絶叫を疾走足元だ。はっ飛べ、行け。強気でガッツ当てる。お手いっぱい疾走やか。すごい、カウンター。レガ翻弄する。ほっ、そこ、もらった。これで、ザーッサビよ、そこだ。すごい、やべえ、テイクダウン。やっとたどり着いたようだな、深淵。いや、ここはすでに穴か。すさまじい権限、今にも数多の虚無どもが飛び出してきそうだ。あまり近くで覗くと落ちるよ。先に向こうへ行かれると悔しいのでね。少し下がってくれないか。君が英語のクオンか。僕はリッターシルトの者、名をロンドレキア・ライト。君の野望を砕き引導を渡す者の名として覚えておいてくれ。今さらだよ、もう遅い。僕を止めたとしてもこの穴の広がりは止まらない。虚無の襲来、イモータライズはすでに始まっている。たとえそれが事実であろうと、滅びの定めを受け入れることなどできないのでね。君を倒し少しでもあがく、やってみる価値はある。悲しいね。何をしようと結末は変わらないというのに。まあ、それもいい。時が満ちるまでの暇つぶしにはなるだろうしね。英語の言葉、嘘ではない。だが事実でもない。僕の見るところは、今からでも穴を破壊することはできるはずだ。もちろん命を落とすほどに多大な力が必要になるだろうが、そしてその前に、まずは眼前の英語なのだが、気のせいか力が弱い。あれなら赤騎士の方がよほど強く感じられるほどだ。何かを隠しているのか、悩んでいても仕方ない。
まずは確実に英語を倒すことに専念する。穴の対応はそれからだ。何？両方とも必ず成し遂げる。決心はついたのかい？不敵と不安の混じるいい顔だ。その折れぬ心、敵ながら応援するよ。時代を切り開く若き魂。かつては僕がそちら側だったはずなのだが、今は疎ましく狙われる側か。やれやれ、年は取りたくない。英語のものよ、最後となる勝負、改めて挑ませてもらうよ。これでもリッターシルトを代表するもの、暇つぶしなどとは言わせないさ。君を倒し穴を塞ぐ、この世界を滅ぼすイモータライズの到来など絶対にさせない。ファイナルクローズディバイド、全部届け。レガートロスチャッ、氷超えシスサーティアステップ、まずいな氷チャッ、レガートロスホッ、それ貼り付けに行く。これね、セートメスエペザンテシスサーペンタインテール、すごい、はぁ、それもらった、アニマートホッ、足元チャッ、スゴゼッパイレイクダウン。さあ、これで勝負はついた。ここまでだ、英語のクオン。すでに立つこともできなかろう。あとは後ろにそびえる穴の始末だ。僕には彼女のように焼き払い、灰にし、君と穴をこの世から消し去るなどという芸当はできない。だから我が命を削り、この辺り一帯を氷で閉ざす。これから披露するのはイグジスのレベルを超えたる閉ざされた世界、ジェネシス。僕らはそう呼称している。永久なる氷の世界に閉じ込められるんだ、君も穴も、そして僕自身もね。その氷冠が落ちる先はニブルヘイム、雪と氷に覆われた極寒たる死の世界。君の望んだ夜の向こうがどのような場所かわからないが、何、静けさだけは保証する。何しろ生きるものなき世界だからね。受け取れ英語、我が最大の秘技、それを超えし者、コキュートスヘイルダウンフォール。終わりなき静寂、正常なる終局、ニーズヘグの方向、ジェネシス、ニブルヘイム。二度と動き出すことのない凍れる時、さらば英語のもの。一つの永遠が終わり、新たな永遠がお前に訪れるんだ。そして赤騎士、いや、エリカ・ワーグナ、最後に君のことを思うなど複雑な心境だが、あと頼んだ。これは一面の雪原、いや表現、まあ考えるまでもなかろうな。あやつの仕業だ、英語のものと共に沈む道を選んだというわけか。バカが、弱き者が出しゃばるからこうなるというのだ。雪が深くこれ以上進めぬか。えい、いっそ我が炎で、いや、この氷の中で眠っている可能性を考えればそうもいかぬか。装備と増援がいる、それまでしばし眠れ勇者よ。このような場所に花だと、それも一輪だけ、あの者が残していった最後の石か。
り起こし持ち帰るというのも不遂か。強く凛々しく咲き誇れ白銀の世界に散った世を救いし英雄、貴様のこともこの剣に刻もう。私だけは決して忘れぬぞ。場所で寝ていたら凍死してしまう。生きていたのか貴様。エリカ・ワグナ当たり前だ。君を倒すまで僕は死ぬわけになど。っておい、無視して帰らないでくれないか。